こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。今日は前回に続いて望みが叶わない時の原因について考えましょう。前回までに4つの原因をお話ししましたね。このようにうまくいく、いかないには明確な理由があります。それを知らないと自分は頑張っているつもりなのにうまくいかないということを理不尽だと考えます。するとこの世は理不尽だ、人間は不平等だ、などという新たな思い込みを作るので、余計にうまくいかなくなります。ですから、このように原因を正しく知ることは、とても大切なことです。ということで、今日は続きを学びましょう。今日のテーマは、望みが叶わない時の、さらに高度な原因とは、です。5番目の原因はこれです。あなたの動機は、本当に大人としての願いでしょうか。例えば、お金持ちになりたいという時を考えてみましょう。現在お金持ちの人は、お金持ちになりたいという単純な思いで、その仕事を始めたわけではないでしょう。つまり、お金持ちになるのは、偉大な仕事の結果なのです。もしかすると、自分が思っているお金持ちになりたいというのは、人に見栄を張りたいとか、働きたくないとか、そういう子供のような思いなのかもしれません。そういう時は現実化しません。それはなぜかというと、人は成長するために生きているので、それでは成長できないからです。ここで大切なことをお教えしますね。潜在意識とは過去の意識であるとお教えしてきました。でも実は潜在意識の中にはとても優れた部分があるのです。それは修正する対象ではないので、普通はそれを考える必要はありません。その優れた部分は、あなたの成長を願っています。すると、あなたが幼稚な心で何かを願っている場合、それを止めるように働きます。その一番大きな理由が、それが叶うと、あなたが成長しないから、なのです。こういう時は、自分が幼稚な願いをやめて、成長することを決める必要があります。次はこれです。すべての環境は、たとえそれがネガティブに見えても、実は、もともとはそこにメリットがあったから作られたのです。例えば、こんな話をよく聞きませんか？倒産して、貧乏になって、初めて、人のありがたさが分かった。これは逆に言うと、そのネガティブな状況にメリットがあるということです。例えば、あなたが子供の頃から貧しい家に生まれた場合、早くから働くことに興味を持つかもしれませんし、知恵がつくかもしれません。親がいないという場合、精神的にも自立するでしょうし、他人に感謝することを覚えるでしょう。このような場合、ネガティブに思えるその環境がなくなると、せっかく身につけた良い習慣が消えるので、その環境はなくならないのです。もちろん、もう十分に良い習慣が身についたら、その環境はいりませんよね。それは直せます。ですから、このような場合は、今のネガティブな環境で一体何を得ているのかをしっかりと知る必要があります。本人は、生まれた時からその状況なので、なかなか何を得たのかがわからないことがあります。こういう時には、他人の知恵が必要ですね。次回は、他人の知恵から学べることについて考えてみましょう。